今日は一応スペシャルキックスクールということで、まあ、一応僕が得意としてたキックっていうところのいろいろな種類っていうところを教えられたらなと思ってます。まあ、やっぱりいろいろなカテゴリーで指導してきましたけど、やっぱりこう球種が少ない、まあ、野球でもそうですけど、その選手が多いので、まあ、少しでも蹴る種類を増やしてプレーの幅に広がりにつながってくれれば嬉しいなと思うので、まあ、なんとか伝えられればなと思ってます。こんにちは。こんにちは。阿部俊之と言います。今日はたくさんいろんな種類のキックで、トライしてもらって、今のうちから、ね、いろんな球種、曲がるボールだったりとか、まあ、そう止まるボールだったりとか、そういうのが蹴れるようになってくるとみんなのプレーの幅も広がってくると思うので、ね、少しでもみんなが上手くなるように今日は一日よろしくお願いします。はい、みんな普段どこでボール蹴ってることが多いですか？インサイド、インサイド、インステップ、インフロント、インフロント、アウトサイド、足の裏、つま先、そうだね、いろいろあるよね。でもそれを試合中相手がこう取りに来た時でもしっかりプレーできるかどうか、どう使ってる？試合の時、練習とか遊びでは使ってるけど、試合になったらまだ使えてないっていう人、使えてる？結構使ってる？アウト使ってる？まだ使えてない。その辺をね、やっぱりこの質を、プレーの質を上げること、ね、であとは飛距離、ね、飛ばせるようになって、それがより正確に味方にパスができたりだとか、あとはゴールにしっかりね、狙ったところに蹴れるようにしましょうっていうところ、ね、その辺の、まあ、第一歩のところね、どういう蹴り方をしたら、ね、こういう回転がかかるんだろうとかっていうのをちょっと今日やってみます。インサイドだったらここだったら通らないよね。でもあの人にね、敵が目の前にいますってなって、光らないようにするのはここ曲げるかな。で、しっかり体を斜めに、それはアウトサイドですね、アウトフロントこする、斜めを向いてしっかりボールの外側、逆側でもボールの外側をこすれる。で、どうしても正面向いて蹴ることが多いんだけど、ここで曲げるって言ったら、コーチ左利きだったとしたら、正面向いたらボールってどっち行って、ボール曲げますね。ここから正面向いて右に行っちゃうよね。だから行かないようにするには、この外側を蹴りたいってなったら、コーチはどっち向いてる？左だね、こっち、ね、で、この状態からこっちで曲げれば、ちょっと意識したいのはやっぱり回転をよりかけたいってなった時には、つま先をちょっと上に向けたい、つま先上、ここの状態、この状態で擦りたい、ね、で、速くて曲がりは少ないってなった時は、つま先を地面の方に向けると、速いボールで曲がりは小さいけど、ちょっとやってみるか、曲がりは小さいけど下にやるとこういう速いボールで、よりボールはゆっくりだけどちゃんと回転がかかって味方に渡るようなボールってなった時には、つま先を上に上げること、そうで擦る。アウトサイドも一緒、回転かけるのはつま先を少し上に上げて擦って、で、これも同様ね、体の向きを斜めにしてしっかり足をこの間に、ボールと軸足の間にしっかり入れれるように、で、つま先は上で、そんなに飛ばなくても全然いいから、どれだけ回転かかってるのかっていうのを自分で感じれるよ。今蹴った瞬間にちょっとつま先が地面の方向いちゃったから、もう少しここ上、地面、天井向けることよ、天井、そうで、外側回しすぎるんだったとしたら、自分の体がこっち行きすぎちゃってるから、そこを自分で調節して、膝が伸びてるってことはやっぱ強いボールを蹴っちゃうから、ドンってもうちょっと曲げると、このここの L 字も少し作りやすいと思う。この膝をちょっと曲げる、分かった。で、これで
そう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 、イメージで横からちょっと擦るイメージで出てる。どう？難しい？難しい。難しい。意外と。で、ちょっとみんなの見てて、うまくできてる子は、こううまくこう膝を曲げれてる子。ね。で、ここで曲げてる分、強いボールはそんなに蹴れないと思うんだよね。膝曲がった状態で足を振る。こういう状態。でも、つま先は上げやすいと思うんだよね。足がこう、伸びた状態で蹴ると、やっぱりどうしても、伸びてると強いボールになってしまうから、ね、そしてやっぱり回転をよりかけたいんであれば、うん、ここの膝を曲げて、つま先を少し上に上げて、こすれるように。逆向いてね。これがだからみんな少し筋力がついて、もっと何回も蹴り込んでると距離を出せるようになってくるから、ボールが上に、柔らかいボールでボールが上に上がるようになってくるね。アウトもこうやってボールが飛ぶようになってくるからね。今はだからより回転をかけて、ね、しっかりこの通らないようにボールがちょっとでも回転かかって曲がるようにっていうところにしましょう。 OK？ でちょっとだけ膝ね意識して、ね、あとはつま先をしっかり上にして、ね、もうちょっとだけやろうかな。蹴った時どうするか。蹴ったつま先はこうだな。もっと上を大きく振らなくて、こうやって。今度は今柔らかいボールだとね、曲がるボールだと。で今度はさっきつま先はどうしたっけ？上げた。じゃあ今度速いボールになったら上げて、でちょっと横っぽくね。シュートとか例えばこっちが左でこういう回転をかけたとしたら、キーパーから離れながらゴールに入ってくるイメージね。ちょっとここでちょっとだけ曲がってるよ。で覚えてほしいのはやっぱりね、柔らかいボール回転をかけるんだったら、やっぱつま先は上に向けたい。速くなればなるほど足を立てていきたい。でその時にさっきも話したけど、膝の使い方ね。膝が伸びきってると地面に当たるのが怖いから、ちょっと膝とこの股関節の上げ下げでコントロールして、こうギリギリとかちょっと曲がっちゃう。足を立てて地面の方につま先を向けて、外側をこすると。そこちょっとラストやって、その後ちょっと長いボール、ちょっと今度は速いボールちょっといって、この曲がりが今度は小さい分ね、コーンにぶつからないようにしっかり自分の体の向きとかを意識しながらやりましょう。まっすぐ当たってるボールのこっちから入って、そうインサイドに近いところでちょっとこう、で足地面つま先を下の方向けて、もう同じ。そう。OK かな。今、インフロント、アウトフロント、あとは少し速いボール、ね。そこはちょっと多分、それぞれみんな、ベースは話したけど、あとは自分のフォームは自分で掴んでね。それぞれ多分、多少やっぱり蹴り方は違うと思うので、でそこで少しでもみんながねプレーする中で味方にね相手にぶつけずにパスが通るようになってきたら、またシュートも一緒だよね。キーパーが届かないようなところに回転かけて入れるようになったら、より多分みんなも楽しくなってくるんだよね。それを自由にいろんなボールが曲がるボールやらね、ストレートボールやら落ちるボールやらいろんなボールが蹴れるようになったら楽しいと思うから、ね、そこはちょっと意識して。で次はちょっとボールをやっぱ上に上げていきたい。できるだけこう柔らかいボールで蹴るってことは、こういうバックスピンがかかってくるんですよね。蹴った瞬間にこういう回転がかかってくる。でそこの中でいかにボールの下に足を入れれるか。そこ、このボールの下、こっちだったらここに下に潜らすことができるか。膝は伸ばした方がいいかな。伸ばして入れると強く下にこう足ボールに
ボールの下に入って下に入れたい。これが、まあ、こういう風に当たるとシュートっぽくなってしまう。ここでこういうシュートっぽいのがボールの下に入れたい。ボールの下ね、下をこう潜らす、下にこう人工芝を擦れるぐらい。 OK、大丈夫かな。一回やってみよう。下ね、下よ、ボールの下。そう、いいよ、いいよ、そう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 、ボール上がった、ナイスボールよ。おお、いいボール、素晴らしい、気持ちいいな。ボールがあって、ここにボールに近くなればなるほど ちょっと引っ掛けちゃう。ストレートシュートだから足をちょっと遠くにして足を寝かせられる。ちょっと地面の方に向くようなイメージで入れれたら下を蹴れる。ちょっとそこちょっとして、そう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 、シュートっぽくなってしまう人は蹴らない方の軸足がボールに近いとどうしても足の硬いところに当たりすぎてしまうから、そこは柔らかいボールを蹴るんだったら避けたい、ね、ってなった時には少しいつもシュート打ってる時の軸足よりも少し離した状態作りましょう。そうすると足を寝かすことができると思うんだよね。でこうやると近いともうそのまま足を伸ばして蹴らなきゃいけないから強いボールがいってしまう。でもうちょっと軸足を離したら足を寝かすことができるから柔らかいボールを蹴ることができる。だから少し遠くね、ちょっと離して、ね、柔らかいボール蹴れるよ。ちょっとそこの軸足の置く場所っていうところちょっと意識して、まあ、あと何本か蹴ってみよう。おお、いいね、切り方いい。蹴ってるのが多くはここに入りすぎちゃってるからボールがいい。これをもうちょっと後ろ、つま先がボールの真ん中ぐらい。そう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 、それぐらい、それぐらい。まあ、ツータッチって言われたよね。で、ボールの置きどころで全てが変わるから、こっち左利きだよね。で、いや、まっすぐ止めたんだったらコーチは左足で打つんだからアウトでしょ、打てれないね。ってなったらアウトで、アウトで、ね、狙ってニアかファーかっていうところですね。で、今度はインで打ちたいんだったら中に止めなきゃいけない。で、中から今まで足の立て方で速いボールにするのか、ふわっとした柔らかいボールにするのか。で、そんなに強くなくても曲がってキーパーから遠いところにボールが転がっていけばゴールに入っていく。そこをちゃんと蹴るときにどこにボールに置くのか、まあ、それは試合中だったら相手がどこにいて相手の触れないようなところに置きたいということですね。あとは多少正面立っても曲がることができればゴールに入る可能性も上がるよね。だからしっかり止めて自分がどの足で、でさっきも話した足をどう立てるのかっていうところをちゃんと考えながらやっていきましょう。OK。 おお、ナイスですよ。キックボールに使わんでいいよ。おお、高橋。いやー、もえー、と今ゲーム見ててやっぱこうみんなドリブルがすごくうまかったと思うんだけど、やっぱり
取られる取られないとかをそこまで考えなくやっていく中で、少しこう止まったりだとか横へ運んだりだとか、ね、そしたら2人目3人目とか敵が来たりするよね。でそうなった時にやっぱりどの足で蹴ったら味方にパスが通るっていうのもこれから多分考えていかなきゃいけないんだよね。多分今勢いで抜けてしまってるからアウトで蹴ったりとか、ね、他で普段蹴ってないようなところで触る機会って多分あんまりないと思うんだよね。いい状態で敵を抜くことができてるからインサイドとかインステップでシュートが打ててるけど、今度なかなか相手が抜かしてもらえないとかね、相手が上手くなってきてこうシュートも打てない、相手を抜くことすら難しいってなったら仲間をうまく使っていかない。でそうなった時にじゃあ例えば右利きでこっち側に切り返したと、でも前にパスを出したいってなったらインサイドしか蹴れない人だったら前に蹴れないよね。わかる？って言うね。ってなった時にやっぱりアウトサイドで蹴れれば、こっちに切り返したとしてもアウトサイドで前線の人にパスを出せるよね。だそういうように、ね、今度なかなか抜けなくなってきたり、みんなが上手くなってきて、ね、難しくなってきた時にはやっぱそういうところを使えないと、ね、レベルアップってできないから、まあ、あとは相手を騙すってことですね。やっぱインフロントアウトフロント蹴れるっていう状態であれば、例えばコーチがまっすぐ向いてたらインフロント蹴れたら同じモーションでこっちに蹴れます、ね、でアウトフロントも蹴れたらこの同じモーションで外側こう蹴れば向こうに蹴れるってなったら、相手がここにディフェンスが立ってたらどこのコースを切っていいかわからなくなる。やっぱそういう状況を作るためにもやっぱ自分が蹴れるっていうことを増やしていく。それができてくるとやっぱ相手も距離に行きづらくなるし、自分の思った通りというかイメージしたことがよりなんかこうもっと膨らんでくると思うイメージが。その状況を作るためにも日々、多分今日もなかなか今ゲームやった中でもアウトサイド使うシーンっていうのは多分少なかったと思うけど、もっと積極的にやってインサイドと同じぐらいの感覚で蹴れるようになってくれば、自然と多分みんなはねそこをトライするようになってくると思う。そこは忘れずに練習を続けて、ね、少しでも自分が、ね、思い通りにできるように頑張っておきます。ロングキックでロングキックするときにバックスピンがかかるんだけど、あの高くボールが飛ばないのはすごい強いです。まあ、あとは足だけで蹴ってたらボールってなかなか飛ばない。でコーチもそんな足太い方じゃないんだけど、ね、上半身の力、手を振るよね。手を振って伸ばして縮ませる作業で、こういうところも必要になってくるし、まあ、あとは助走、踏み込み、体が前に踏み込んでたら体が前に倒れてるね。ということは足が詰まって振れないよね。でだったらシュートはいいけどボール上げたいんだったら体をやっぱり起こしたい。で起こすためには軸足はかかとから踏み込めたら体は起きるよね。でもつま先から着地した時って体がもう自然と前に行ってるから、ね、そこの自分の体の入り方、こう入れば体起きるから足ってこうやって上がるじゃない、ね、で足が上がって下をすくえばボールは自然と上がってくるから、自分の重心前に入りすぎてるのかちゃんと起きてるのか少し後ろになってるのかっていうところも蹴る時にちょっとイメージしながらやるとボールの軌道が変わってくるね、そこちょっと意識しながらやってみて、はい、強いボールのまま、うん、高く高さを出す、うん、さっき一応柔らかいボールっていうところで、ね、ボールの下を蹴ったよね。だからあとはその振りをより速くできれば、ここの振りのところをグッて速くボールの下蹴れば、なんだボールが上がりにくくちょっとこう伸びるようなところで蹴れるようになってるから、あとはその振り方とあとこの大きなモーションでね、やっぱ柔らかいボールだったりとか、ね、小さいところだったらもうこのぐらい手もそんなに振らなくても軽く蹴ったらボールは上がると思うんだけど、やっぱ遠くに飛ばしたいってなった時にはやっぱ大きくモーション、こう手もこうやって広がってる伸びてる縮ませるっていう作業が必要になるから、ね、大きく踏み込む。大きく踏み込むためにはこの歩幅が広いとここから足が出るから
大きく強く振れるよね。でもこの歩幅が小さいとここから軽く蹴ってるだけだから強くは蹴れないよね。だからここ大きく飛べるかこういう踏み込みができるかね。そこをちょっと意識して。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。頑張ってね。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、はい、ありがとう。はい、はい、はい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい、ありがとう。ありがとう。はい、ありがとう。